駅構内ホーム1番乗り場から大見伊津方面を撮影ホーム2番乗り場から京都方面を撮影駅前ワニ駅は滋賀県を移市ワニ中浜にある西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は JRB23 湖西線開通前の1969年まで付近を走っていた高和歌鉄道にも同名の駅が存在した。詳細はワニ駅を参照。 和字という駅名の字が複雑なため、略字を用いて、数近しと表記されることがある。例えば現在使用されている223軽電車や221軽電車などの車内に設置されている LED 式の客室案内表示器には、ドットの関係上、和字ではなく、数近しと表記される。高和歌鉄道時代にも、数近しの表記が乗車券などで見られた。 現地でも、両方の表記が見られ、近接する湖西道路のインターチェンジの名前は、数下市が正式名称である、相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅になっている、分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類されていたが、折り返し設備が整備されたため停留所ではなくなった。改札口は地上に1カ所ある。以前は、簡易型の自動改札機が2台設置されていたが、 2013年2月4日から普通の自動改札機に取り替えられているバリアフリー化の工事で改札口から各ホームへ通じるウォークスルー式のホームエレベーター多目的トイレ2段手すり電光案内板などが設置された予定では工事は2005年10月に完了する予定だったが遅れて12月3日から使用が開始された起点の山品駅から8駅連続で続いてきた エレベーター電光案内板設置駅も、当駅を最後に一旦途切れてしまう。片田駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。愛子コ利用可能駅であり、2013年2月4日からは、改札内に生産機が設置され、改札外側には、愛子コ簡易入金機が設置されている。 強風対策の一環として、山品方に下り線から上り線上の片渡り線と信号機が新設された。これによって、強風時に片田駅北で運転見合わせとなっていたのが、原則あたり駅北の運転見合わせとなるほか、ダイヤ乱れ時における影響が軽減される。バリアフリー化の工事の前までは、東側、南側、西側に、それぞれ一箇所ずつあったが、 バリアフリー化の工事により、西側の出入り口がなくなり、そして新たに、南側に、スライド式のドアが設置され、南側の出入り口は2カ所になった。日中時間帯は1時間あたり3本が停車する。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は、以下の通りである。バス停名は、数近市駅である。北小松駅方面がつ、水、金に、1日あたり5便の運行。 デマンド式の上、利用は、登録済みの大津市民に限っている。西日本旅客鉄道 B 湖再線新快速、快速通過普通小野駅和2駅放来駅。ありがとうございます。